このさ、この今のこの YouTube を協賛してくれてるマネーフォワードって、あの税理士会計クラウドソフト会社っていうのが、分かってる？税理士さんとつけてる？税理士さん、はい。あ、もうじゃあ全部給料は税理士さんに。もう1台目から自分で確定申告やったことない？ないっす。ない？はい。俺も1年目とか自分、もう結構自分でやってたから。自分でできるもんなんすか？できる、できる。まあもちろん、まあ今の菅さんからもらっちゃったりしたいと思うんですけど、え、お金の管理ってじゃあ、今はどうしてるの？今も一応、うん、お母さんに。お母さんに？はい。で、プロから始まった時からもお母さんに。そうっすね。俺が持っちゃうと思う。全部使っちゃう。使っちゃうからって言われて、で、お母さんに、やってもらって、で、徐々に今、奥さんに。ああ、そう、結婚されましたからね。今年23歳の年で。22歳でした。22歳で。早いよね、もう。だって大学が、まあそうか。大卒1年目で結婚ってことだもんね。そうですね、はい。すごいね。これ何してたかな、ここじゃ言えないことしかしてなかったいや、すごいな。結婚早いな。でも、それ結婚、もう全然ブレなかった。あの、これ結婚ならね。そうですね、もう結構早めになんか同棲とかしたりしてた？結婚する前にも同棲したことある？結婚する前にそうですね、同棲してて、うん、まあ、あの犬飼ってたんで。奥さんがね、はい、あ2匹ね2匹飼ってて、で、それもあってまあ、僕のサポートもしたいっていう気持ちもあって3匹目って、3匹目って意味、そういう 犬と一緒にされてない大丈夫？いや、大丈夫です、大丈夫です。で、ああ、そうだね。して同棲して。同棲して。初めての同棲じゃん。初めての同棲です。俺、もうずっと一人が長かったから、意外と一人の時間ないわと思ったけど、全然大丈夫だったけど、どうでした？やっぱ、いいっすね。おお、素晴らしいね。いいね。ワンちゃんもいるし、はい、家帰ったらあったかい。そうですね、帰って誰もいないっていうのはやっぱ、まあでも、でも寮生活だったもんね、ずっと。寮生活って、うん、まあ基本誰かしらいるじゃないですか。そうだね。なんで、その、まあ半年ぐらい一応一人暮らししたんですけど、その時も大体、友達いました。寂しがりやからね。いや、もうやっぱ寮に慣れちゃうと。ああ、そういうことね。結構寂しすぎて、やっぱ一人でいると可愛いとこあるんですよね、本当に。すごい面白いね。誰かしらにも連絡しましたね、もう。そう、はい、え、じゃあ今のそのお金の管理っていうのは奥さんが？今はまだお母さんで、うん、まあ徐々に、うん、徐々にって感じで。そのお母さんが管理してた時はさ、その給料入ってきました、そのお小遣い的な感じで？そうですね。でも足りなくなるじゃん、やっぱり何が欲しいのか。足りなくなったら、もうその時は言って、うん、入れるスタイルなんで、まあ、小遣い、そうですね、はい。ああ、お母さんの銀行管理から、その一銭下ろせる銀行に送ってもらう、振り込んでもらうスタイルで、はい。なるほどね。でも、やっぱり、まあ、ある程度もらってくるわけじゃん、5年もいれば。はい、やっぱ好きなものも、好きな車も。やっぱ今のところ結構夢は叶ってる感じ？めちゃくちゃ叶ってます。ほぼもう、揃ったんじゃないかっていうので。くぃ !23 歳で欲しいもの揃ったの？揃ってはないっすわ。もっとあるけどね、上にはかかない。あります。でもまあ、全然あります。なる前に欲しいと思ったものは大体、はい。結構素晴らしいね。でもその中でもみんな意外と知られてないというか、全然言わないから知られてないことなんですけど、俺が知ってる限りこのプロ生活を送ってきた中で一番親孝行してる男です、彼が。間違いなく。本当ですか？他にいないですか？いやいやいや、本当に。いや、特にこの23歳でここまでそう親孝行してるっていうやつ見たことないかな。俺は素晴らしいなと思って、まあ、その内容ね、今から伝えたいんですけど、まあもちろんそのプロになって噂でよるとお母さんに家を、お母さんというか家族に家をプレゼントして建ててあげたっていう噂聞いたんですけど、本当なんですかこれ？はい、買いました。かっこいい、かっこいい。
サッカー選手誰もが夢だと思うよ、はい、うん、素晴らしいね、うん、ちなみに何歳、何歳で見る21ですね、多分3年目ってこと3年目の時にですね、ゆえゆえゆえみんなにお前俺その情報知るまで2年かかったってことでしょ、だって俺今年知ったんだもん、そうっすね、ゆえこれ言わないところがかっこいいよな、お前な、俺だったら全部言うと思うよ、いや興味ないっすよ多分、そうか、あるよ、あるよ、興味ないっすよ、めちゃくちゃあるよ、すげえよマジで、それは一緒にお母さんに一緒に家を見に行って、おこれ買ってるよみたいな、まあなんかもう元々の僕の実家が結構ボロかったんで、うん、まあそれでまあ大体は見に行ってるのはお母さんが見に行って、うん、まあいろいろ自分のいいやつを見つけてもらって、スヤが買ってあげるよって言って、まあそうですね、じゃあある程度こんくらいの値段だったら買えるよみたいな、値段何も言わないで決めてきた、もう悪いのだね奥さんお母さんね、いや何も言わずに、かっこいいのあれもどんどん取り上げてほしいこれね、いや本当にそう、でもなんか家以外のものがでかいプレゼントしてるって、車もすごいよねマジで、車でしょ、だってもちろん家建てるにはさ、家の中のものもほらテレビやら何やら全部、テレビも買いましたもちろんテレビってことはやっぱりさ、もう家具、ソファーやら何やら、その辺も、まあ、その辺はなんか一応モデルハウスみたいな感じだったんで、あ、じゃあモデルハウスのもう家具買い取った、もう全部そうっすよそのまんまの状態すっごいね、かっこいい、夢夢、いや素晴らしいね、ちょっとこれはね北海道コンサドーレの選手も見習ってほしいし、ねえ、アスリート、全アスリートの夢だよ、たぶん、本当に。いやー、羨ましいわ、お母さん、うろうやね、兄弟、家族。相当なことしてもらってるんで、まだ足りないぐらいだと思うんですけど。いや、そんなこと言えないでしょ、もうこれで十分だって言っちゃうようだったら、いや、言ったら十分ですって言っちゃうけど、ね、まだね、いやー、素晴らしいね、今後、家ってなると、数年後したら建て替えってもらって、増築ってなる、大丈夫、いや、大丈夫です。それはもう、もうか、もう家は、もう家だって、これ以上、そうだよね。もう無理です。だって今年も結婚されたから、はい、自分のね、そうっすね、家も建て直さなくちゃいけないわけ、建て直さなくちゃいけないって、北海道に欲しいっていうのはやっぱ自分の家。欲しいですね。犬飼ってたらでもさ、やっぱり家とか、でかくないとさ、はい、めっちゃ走るでしょ、あいつら。走ります。めちゃくちゃ。もう多分下の人、多分やばいと思います。本当に申し訳ないです。もう。ガンガンうるさいよね、ガンガンうるさいですね。今何匹ぐらい飼ってるの？3匹飼ってます。そう。2匹だったね、最初。最初、そうですね、奥さんが飼ってたの2匹で。あ、で、一緒に暮らしてから、ちょっと経ってから、来ました、もう1匹。その研修はどんな研修なんですか？ミニチュアダックスフンドですね、みんな。あ、全員ダックスフンド、はい。ミニチュアちっちゃいんだよ、ちょっと。俺全然犬詳しくないから、でかいやつ。ちっちゃいんですけど、太ってるんで、まあ。詳しすぎたんですね。詳しすぎすぎて、はい。かわいすぎて。かわいすぎて。いや、うちも猫飼ってたけど、やっぱ食べさせちゃうもんね。はい、おねだりされたら。うん、でも、3匹いたら旅行とかも行けなくない？旅行とかなったら、うん、まあ、その時は、ワンちゃんたちにはちょっと、ごめんなさいして、うん、ペットショップに。あえてね、ペットホテルね、ペットホテルに。なるほどね。趣味とかどんな感じなの？趣味は、うん、結構多彩多趣味なイメージが。そうですね、あんま家にいないもんな。家にいないですね。オフになったらどっかアウトドアだよね、結構ね。趣味一番はやっぱ温泉ですかね。温泉23歳だよね。23です。落ち着きすぎだろ。温泉じゃん。温泉大好きです、ね。そうなんだ。結構いろんなところの。ちなみにどこがおすすめ？北海道で言えば。緑の風。で北湯沢ですかね。へえ。露天風呂がもう十何個あってもう。露天風呂が十何個ってもうプールだよね。もうすごいです。マジで。これ見たことないですね。見えないね。俺1時間圏内しか動けないの。なんかあんまりまだ北海道楽しんでないから。ちょっと楽
島ないと、ね、もう北地沢でどうにあんの、どんくらいでこうか分かんないです。2時間ぐらい着くんじゃないですかね、多分。2時間かかんだ多分。あと結構遊んでるじゃん、洞爺湖とか。洞爺湖にキャンプとかしみたいとか。この夏結構キャンプ行ってたもんね。キャンプ行きましたね。1日終われば前日から行ってみたいなとか。そうですね。そしてサップも始めてね、はい、一緒にやってくんだけど俺。いえいえ、やりたいです。やるの行こうよ。いや行きましょう。いやで、四国湖綺麗だから。本当ですか。あと海も超綺麗だし。あ、行った？海いいんですか。ああ、行ってないです。結局、はい。ちゃんと行ってない。はい。まあ、来年がね、ちょっと寒い。そうですね。まあ、でも、まあ、ウェット着れば、ドライスーツも着ればいける。はい。あと、シーンとか何かある。でも、すごいよね。温泉、キャンプ、サップ、サーフィンやない。サーフィンやないです。あとは何があるの。まあ、一番、ボーリングとかも好きなんですけど。あ、超ないもんない。めっちゃうまいですよ。ボーリングやばいよね。全然200オーバーなんで、常に200オーバーできますね。なんかやっぱお前スポーツ、その運動神経強いもんね、やっぱり。なんかいいもんね。球技とか野球もなんか投げるとうまいじゃん。野球もともと野球選手になりたかったですからすごい選手になってただろうね。なんか派手、結構派手な時派手じゃないですか、ダイビングキャッチとか。そうだ、ね、ああいうのやりたくてだから最初俺、キーパーやりたかったんです。マジでよかった、こいつがキーパーだったら俺がキーパーいなかったよ、あれが。そうなのね。他、スポーツだと何やる。スポーツでも野球。今でもやる。今は全然もうやんないですけど、うんうん、何やってもできる感じなんだろうね。いや、そんなことないですよ、意外と。まあまあ、でもある程度はやっぱり運動音痴の人よりは多分やれると思うんですよ、ね、そうそうそう、なんかもうそう感じるもん。器用な感じするもんね。今後やりたい、なんか料理とかやるの。一人暮らし始めてやんなそう。料理は一人暮らしした時はやってた時はやる。嘘つくな、嘘つくな。何だに作ってたの。いや、米とか全然ですよ。あ、米って全然、米全然炊けます。小学生の時とか全然やってたんで、それは。肉焼いて、ご飯炊いて、生姜焼きとか、なんか簡単なやつとか。もうサラダとか薄いこだわってるの、その今、その食事に対してバランスよくみたいな。一応栄養士つけて、まあ、奥さんが一番楽なんで、うん、やっぱつけて。じゃあ奥さんにつけてもらって、じゃあメニューとかちゃんとコントロールしてもらって。そうっすね。いいね、協力的な。めちゃくちゃありがたいです。その中で好きな食事とかおすすめのレストランとか北海道である。なんでもうまいじゃん。なんでもね、うまいっすね。はぁ、今ちょっとタメ語になって言い直さなくていいよ。いや、違う違う。ね、日頃の公園ね。いや、サンダーつけたことないからね。いや、あります。いいんですよ、陰で呼んでる言葉で。呼び捨てでいいないっすね、呼び捨てしたことは。でも、ほんとうまいしさ、外れがないなって感じたんだよね、この時期で。これっていうのは選べないですね、うん、めっちゃありすぎて。肉、魚で言ったらやっぱ魚っすね。魚だ。魚好きっすか。意外だわ。肉だろ。歌るかな。確かにですね。もう魚で育ってるんで。確かに。一番最初魚。いとこも寿司屋だったんですよ。マジで。はい。なんで結構何かあるたびに寿司は食べてる。実際さ、若手がやっぱ肉がいいですっていうのは、正直そっちの方が安いんだよね。そしてレートは高いじゃん。そうっすね、それ高いっすね。金かかるな、この方がいいな。いいもの食ってるじゃん、北海道の人。そうですね。美味しいもの。はい。いいよね。え、釣りとかはしないの。釣りとかは、もう一応、今年かじった程度ですけど、やってみましたけど。海で。釣れた。釣れないっす。いや、でも釣れたうちに、まあ一応釣れたは釣れたっす。めっちゃちっちゃいやつでした。もうリリースでしょ、それはさすがに。北海道はさ、やっぱりその、道民の方よりも、俺ら外から来た人の方が、そう、すごいって、当たり前じゃん。そうそう。この静岡だったりさ、はい、正直、もう全部のシーズン遊べるじゃん。まあもちろん選手中だから、そのスキーとかできないけど、だからすごいいいとこだなと思って、なんか、もっとどんどん発信していってほしいな、みたいな、北海道の人。
北海道の魅力としてはどう PR するとしたら。まず自然ですかね。自然、自然綺麗だよね。でもまだ綺麗だと思わないでしょ、山見てて。もう俺この年になると山見てるだけでいけるわけ。全然思わないですけど、やっぱその景色とか、うん、あの山登っての、うん、なんか見下ろしとかはやっぱ綺麗とか、うん、夜景とか、うん、まあ、そういうのはやっぱありますけど、うん、でも普通に山とか見て、いや綺麗だねってたまになんか横とかに言ってる人とか、うん、おじさんおばさんとかいるんですけど、うん、何言ってんだろって、うん、また俺に向けて言ってるじゃん。いや、そういうことじゃねえじゃん。おじさんなんですけど、いや、話したの。いやでも俺クラブハウスのあのリラックスルームぐらいからさ見るじゃん、はい、山、はい、ほんと毎日感動してるよ。だんだん白くなってくるじゃん、冬になると。ああ、この時期になったんだなと思って。これって年だよね。完全に完全に。だって最近風の匂いとかでもなんか敏感になってきて、ああもうそろそろ夏終わりだなとか感じないでしょ。いや、風の匂いはめちゃくちゃ感じますよ。あと雪虫が、はい、パッと思ったら、はい、雪虫じゃん。雪虫知らないから、本州の人。あ、そうなんですか。俺もこっち来て初めて見たから。雪みたいな、バーッと白い虫がね、この時期出てくるから、それが冬になる、はい、なると。いないですね。祈りになる。いや、だから出てみなる。でも本州のチームでやってみたいとか思ったことないの。ないですね、先生。それだったらやっぱり海外に挑戦してみたいとかある。海外はあります。素晴らしい。やっぱ今回北海道でも満足しちゃうよな、でも地元でやったらいいよね。街の人も温かいし。そうですね、はい、ご飯美味しいし、うん、そういう中で、まあ、北海道の方と結婚したんですか。はい。じゃあ北海道だったんです。結婚した後、する前みたいなので、なんか変わったことある。恥ずかしからず、うん、結婚する前はやっぱり、うん、まあ、ラブラブっていうか、うん、まあ、結構そういう感じでしたけど、結婚してからはやっぱりちょっと落ち着き、落ち着いた、落ち着いて、早いな、まあ、その本当にすごいラブラブの時から言ったら、うん、まあ多少落ち着いて、うん、まあ本当になんか家庭っていうか、まあ一生守っていくんだよっていう覚悟をね、まあ、そうですしね、はい、うん、じゃあそんな心境の変化あるんだ。いや、やっぱ恋人よりもやっぱり奥さんに変わったっていう。まあ奥さんもそれが嫌らしいんですけど。そうだよね。もうすごい常にフレッシュにいろ、はい、そうだよね、それは俺も言われるもんな。いやでも早いな、23か、素晴らしいね。そのなんか今まででも23でしょ。でもあ、この人だなっていうのがあったら、やっぱりあ、こいつだなみたいな、この女性だなみたいな、ありました。まあそんな数経験しないんで、うん、そうですけど、そうでしょう。いえ、ですけど、まあ、まあ一人暮らししてからも半年ぐらいで、うん、まあ分からないことが多かったですけど、うん、でもまあその中でいろいろサポートとかもしてくれて、なんでまあ、あ、この人かなっていうのは思いましたね。どんどん若手に伝えてって、それを結構いいぞっつって。まあ子供も好きなんで、あ、やっぱ一番は早くできればっていうのは。何人ぐらい欲しいか。奥さんは5人欲しい、うん、マジで。いや、うちの奥さんも言ってんの。本当ですか。あ、まだ今2人なんだけど、いや2人で結構、俺が見てる感じ、結構いっぱいそうなんですよ。まあ、俺も今、単身だからです、はい、それで5人ってまだ言ってるから。でも、奥さんがいるからね、うん、それはそうだけど、すごいね。え、大兄弟みたいな、大家族的な感じ。大家族ですよ、もう。あの、お姉ちゃん、あ、いや、あ、奥さんですか、うん、いや、奥さんは全然、あの、姉妹で、2人、お姉ちゃんと2人です、ね、2人兄弟、はい、2人姉妹。え、なんかね、いっぱい兄弟いる人はなんかいっぱい欲しがるのかなってイメージだったけど、そんなことないんだね、うん、でも2人ぐらい入れる、うん、つがりにはね、はい、うん、俺ワンちゃんもいっぱいいるしね、はい、うん、大変ですね、もうこれ以上4人5人なんて言ったらもう
引退できない、引退できない。そうっすね、まあ、まあ別の仕事でテレビ取り上げてほしいですね、大家族。まあそこまで言っちゃうけど、ね、少子化ね、少子化の中で犬3匹もいるんで、しっかりやってほしいですね。すごいね、そうなんですね。菅田は、まあこうやって今5年目、何歳までやりたいとかさ、イメージとかもともと昔からあった？全然、うん、そういうのは考えたことないっすね。いや当時僕がプロになった時はもう30歳超えたら大幅減俸みたいな、今も本当に30中盤で引退みたいなのが基本的にもう、まあ、普通だったから。でも今カズさんがいて、まあ新さんがいるじゃない、今俺の上にはジョーさん、あ、ジョーさん、ジェイゴルさん、今俺も37、実際なんかそういう身近なおじさんたちがいるからイメージしやすいよね。そうですね、今はもう本当にその上の人たちと同じぐらいの年ぐらいまでやりたいなっていうふうには、うん、そのキャリアの中で、まあ、自分の次のステップとしてさ、もちろんまあオリンピックは難しかったけど、まあ、A 代表に選ばれてっていう目標的なものはある？海外でやりたいとか。海外でやりたいっていうのはやっぱり、まあ、常に思っていることで、うん、まあ、一回その高校2年生の時にドイツ遠征があって、うん、その時にまあスタジアムの雰囲気とか、うん、まあ、試合観戦したんですけど。どこ、ちなみにドイツ見たのはマインツとシュツットガルトです、うん、その試合を見て、まあ、やっぱ向こうのサポーターってやばいじゃないですか、うん、なんかスタジアムもね、はい、雰囲気違うもん、はい、やっぱそのそういうところでやってみたいっていうのはあって、うん、それくらいからまあ開始し始めて、はい、じゃあ初めて世界に触れたのはそこの中学生、高校ですね、はい、そこで意識し始めた感じだ。それからですね、うん、まあでもやっぱ一番は札幌でやりたいっていうのがありましたけど、うん、まあちょっと隅に海外のその舞台でもやってみたいっていうのは、うん、でもやっぱり北海道、まあ僕がサポーターだったら北海道を代表して世界に羽ばたく、そしてそれをまたその世界で経験したことをまた北海道に戻ってきて、もっと北海道盛り上げてくださいみたいなのはみんな大歓迎のチャレンジだと思うし、やっぱり今代表に選ばれて海外に行く選手も多いじゃん。そういう意味では、うん、もちろんね、北海道としてはマイナスな、あの戦力マイナスになっちゃうし、困るけど、そのチャレンジは、まあ、送り出さざるを得ないよね、応援しざるを得ないっていうさ、まあ、そういう意味では、なんかさっき菅野も言ってたけど、北海道以外で J リーグは考えてないと。っていう意味では、なんか、いや、すごいな、地元の愛がっていう、いや、考えてほしいなと思うし。その課題みたいにもちろんね、やっぱり言葉も違うし勉強してるでしょ。勉強もしっかりしてません。してないです。高一でだってすぐ意識しちゃってて、日本語で通じると思ってないよね。で通訳いるんじゃない。まあ今日本に来てる会社を見ちゃうとね。はい。そんなに熱心に日本語を勉強してる人もうちのチームだと少ないし。そうっすね。うん、まあ確かにね。でもやっぱり。ヨーロッパとか行くとやっぱりその言葉通訳をグラウンドに入れない監督の方針のチームだったり、あるでしょ。ちょっとそろそろ始めようかなみたいな。まあ始めて別にそうはしないしね。まあそうですね、うん、まあでも勉強無理だな。俺にも勉強はもう勉強っていうかまあ語学だからさ、ちょっとね数学とかとは違うんだろうけど、まあやって損はしないなっていう方針。それで日本代表とかの意識っていうのは強いの、思いっていうのは今同世代が結構入ってきてるじゃん。そうですね、ちょうど中心になりつつあるような年。いや全然もうそこを、まあ、本当にちょっと意識するんですけど、うん、でもやっぱ全然自分がいけるようなところではないので、うん、技術面とかで、なんで謙虚だね。いや今のメンバーとか見てたらやっぱり全然、まあ、オリンピックの時もそうでしたけど、うん、全然やっぱそこに食い込めるような選手じゃないと思ったんで、うん、やっぱ全然そういうとこは意識せずに今チームでとりあえず
試合出て結果を残すっていうのが自分やることなのかなっていうふうには思ってるので、全然そこには意識したことはないですね。まあ、自然と自分のチームでやってれば。でも俺、まあ、なんだろう、菅の今の経験値からしてさ、やっぱ代表にも選ばれて、 A 代表にも選ばれて、オリンピックにも選ばれて、まあ、今 の、 その自分の同世代とその上の世代のある程度体験したわけじゃん。だからもっと俺は意識して、まああんまり表に出さないタイプかもしれない、別に誰に口に出す必要ないけど、胸の中ではなんかもっと高い設定してるのもしないけど、今喋ってないだけで、なんか全然持っていいのかなっていう。やっぱ菅、まあ俺も周りがどう思うか分かんないけど、俺も謙虚だから、謙虚、俺自分なりにも周りがどう思う、謙虚すぎるから、俺謙虚すぎなかったらいい選手になるかなって思う。だから菅ももちろんなんか、いや俺なんかだとか、いや周りうまいしとか思ってるけど、いやそこはもちろん周りもうまいけど、まあ俺は俺みたいな感じでやった方が、多分なんか俺とちょっとなんかそういう、いやでもでもみたいな感じだけど、もっと前面に出していって、そのあとはそのシャイなところを変えるのは、まあ、環境変えたら変わるかもしれないし、ここからまだ結婚生活から子供ができたりしたら変わるかもしれないし、伸びしろはちょっと怖いね、菅の伸びしろは。ね、欲しいっすね。めちゃくちゃ伸びる要素だって、もう今もう準備は全部整ってるじゃん、代表経験して、あとはもう成長のスピードを上げるだけみたいな。楽しみだね。今後も北海道を、支えていってくれる中心選手になるし、プラス日本を代表する、ね、選手に俺はなれる条件を持った数少ない一人だと思ってます。ここで締めたいなと思ったんですけど、ちょっと一見そのこの若い選手もそのセカンドキャリアとしてね、考えてるのかなと思って、サッカーに出たら何やりたいとか考えて、俺は正直18歳から考えてたから、なる時から。本当ですか。うん、あと自分の子供がもしプロになりたいって言ったらどうするっていうのをちょっと最後聞きたい。まず子供からね。ちなみに僕は止めます。やらせないですか。やらない。や、まあ、やらせるやらせるじゃなくて、うん、いや進めはしないから。あ、なんか応援はするよ、もちろんやりたいって言うならいいけど、今もだね、まだ息子いないから分かんないけど、まあ、娘はまあ分かんないけど、まあ、息子に関して始めるって言ったら、ちょっと不安っていうか、なんかね、どう思っちゃうかな、なんか、どう、息子できたら。応援しちゃうかもしれないですね。特にまだこの年だったら、まだサッカー見に来て分かるもんね、サッカーって。今、俺の娘、俺がサッカーやってるの知らないから。何やってると思ってるんですか。だからもう、なんだろうね、緑のグラウンドで走ってると思ってたけど、マジで。まあ、奥さんもね、まあ、サッカー興味ないわけじゃないけど、別になんか、うん、まだルールもね、把握されてない感じで、もちろん応援はしてくれてるけど、子供はまだ、何やってると思ってんだろうなーっていう、うん、そんな感じだから、でもまだほら、菅の時はいっぱい試合にも見に来る年じゃなかった。そうですね。うん、応援しちゃう、やっぱり。むしろなってほしいみたいな感じではない。なってほしいとかはないですけど、でももしやりたいってなったら、うん、普通に応援して、うん、まあ、うん、しっかりサポートするかもしれないです、うん、それに向けて。なんか俺がサポートしないみたいな言い方。いやいや、違う違う、しませんよ、しませんよって。ただ、不安な感じで、怖いなみたいな感じで。だって正直さ、選手になったら何になったと思う、イメージ。イメージは、うん、魚さばいてるか、うん、魚さばいてるか、魚さばいてるか、土木系っていうかですね。まあまあ土木もすごい仕事だけどね、もちろん。まあ俺もだからなんかあまり言えない仕事しちゃってんのかなっていう、なんかもうイメージなかったから、サッカー以外に。でもそれって人生ちょっと結構怖い話じゃん。そうですね。だからもちろんなんかパイロットもあって。弁護士や何やら全部の中で僕はサッカーをやりましたっていう感じじゃなかったから、いや俺はサッカー以外何もなかったし、勉強もしてもらったし、だから今振り返ってみるとサッ
ッカー選手になれなかった時の自分を振り返るとゾッとするっていうか。だから本当にサッカーに助けられたなっていう意味でも、なんかその同じ思いをなんか息子とかっていうよりも、だからいろんなことをした中でサッカーを選んでほしいっていう意味で、感じかな。練習の中でもこういうことをしていた方が良かったなとか、逆にこういうことをしてましたよみたいな。僕は結構常になんかずっと壁当てでもずっとボール蹴ってたかもしれないです。本当にもうゴールの裏のところとかを使ってもボール蹴って、まずやっぱ飛ばないのとか嫌じゃないですか。まあ、そうだね。サッカー選手としては。なんで、まあ、人一倍ボールを蹴ってた。そうですね。だそれ多分今にも生きてんじゃないかっていうふうには。まあ、一つの、まあ、その時別に何も考えてなかったですけど、結局それが今もう武器になっているので、ね、確かにとんでもないシュート決めたもんな、マリノスな。そうですね。あれ俺が見た中で菅の一番、まあもちろん練習では結構見てるから別にそのびっくりしなかったけど、いややっとあれすげえの決めたなみたいな。試合じゃあんまできないって。え？試合じゃあんまできないんで。そうそう、たまに、ね、でもあれでも周りの外のチームはね、菅のそのロングシュートっていうことにだいぶ警戒してたんですよ、その後。ね、お前がこのヒットのセカンドボールに行ったりしたらさ。そうっすね、めっちゃうわ、こんな一本で変わっちゃうのかね。確かに、まあストロングだろうね、あのヒットはね、一つの、うん、逆に後悔したことがない。あれの時はよかったっすよ、みたいな。まあやっぱ勉強とかですかね。なんかいろんな、まあそういう知識とか、なんか一般的な知識とかのことを勉強もしながら、やっぱそういうところを勉強すれば、やっぱサッカー的なところでもなんか頭は自然と働くと思うんですけど、やっぱ自分一切勉強してこなかったんで、やっぱ知識とかそういうなんかサッカー面で能力はあるかもしれないけど、さらにそこになんか頭脳的なところを入れば、もっといい選手になるんじゃないかなっていうふうには自分では感じたりとかするんで、やっぱ勉強をある程度しといた方が良かったかなって思ったりとかもしますよね。そう、俺も勉強のこととかすごい考えるんだけどさ、じゃあ、でもじゃあ勉強してきた方が良かったって言うけど、じゃあ何のために勉強することって今に役立つのかなと思うと、別にじゃあ数学を極めるよって人とかさ、じゃあ歴史を全部覚えるよとかさ、正直別にサッカーの本来では関係ないじゃん。じゃなくて、じゃあその45分、50分の授業の中で、先生が言ってることを理解して、してそれを言葉として語源化できるっていう、この能力が、俺は勉強として大事なのかなって。それって別にサッカーでもさ、先生監督が言ったことを、僕らが口に、いや、それは違いますよっていうことを口で出すことができれば、それを理解した上で、グラウンドで行動できるじゃん。そうですね。はい、してその中でそういうイメージすることによって、グラウンドを客観的に視野で見れるようになったり、まあ、それが人間関係にもつながるじゃん。それって別にサッカーじゃなくても、いろんな人間関係、ビジネスにも多分つながってくるっていう目で、なんか俺は勉強してくれて、ちゃんと人の話聞いてくれなかったなとか。そうですね。黒板を俺写すだけは好きだから綺麗に写すっていう、何の役にも立てないんだけど、やっぱり人の話を聞くっていうのはやっぱり人生の中で、まあ確実にテーマだよね。そうですね。そこやっとけば多分、ね、僕ももうちょい、ね、聞く演技だけできるんだけどさ、俺やっぱりそれはやっぱりちゃんと人の話を聞くっていうのは意外と大事だよね。会話が僕苦手なんで、やっぱそういうところも必要ですね、結構。だから今後だからいろんなそのサッカー以外の方と話していくっていうのも若いうちから大事かもね。したらなんかそのシャイなところも治るし、でもだって自分の課題ある程度もう大体分かってるし、ね、あとはもう行動だけだから。そうですね、行動できるかどうかそこだよね。一歩踏み出してるのも簡単なんだけどね、結構面倒くさがりでしょ。しかもそこシャイです、シャイでしょ。ちょっと踏み出しはするんですけど、なんかもうあのいつもみたいな感じで、ああ無理だって、もうそこで、そこはじゃあちょっと俺が手伝おうじゃん。お願いします。いやマジでできることは。どうします。そしてまあセカンドキャリアとして、まあもちろん考えてないから考えてないでね、いいですし、なんかイメージしてる、ぼわーっとでも、
やっぱりなんか自分でなんか事業っていうか、うん、なんかそういうのは周りにちょいちょいいるんで、うん、まあ、そういうのはやってみたいな、まあ、リスクはありますけど、うん、でもやってみたいなっていうふうに、なんか、まあ、ただ具体的に何とかじゃなくて、はい、なんか自分がそんなことをしてることがまずありえないんで、うん、なんかそういうなんかいろいろ自分が一番上にいて、うん、でなんかいろいろ回したりとかっていうのを、うん、なんかやってみたいなっていうのは、うんうん、まあ、菅社長ね、菅社長ね、将来誰もついてないと思いますけどね。でも僕らの仕事ってさ、正直監督がいてさ、まあ、ボスがいて、はい、僕ら、まあ、ビジネスが社員じゃん、はい、でもそれをさまとめるプロフェッショナルを見てるわけじゃん、まあ、ミシャとかすごいじゃん、やっぱりすごいっす、ね、タイミングでミーティング入れるとかさ、あとここで締めるんだとか、それあとまあ勝った時の顔、負けた日の次の日の顔とか行動とかさ、姿勢とかさ、はい、そういうのでやっぱり周りがついてくるついてこないって変わってくるじゃん、見られるポジションだから、まあ、そういう意味じゃ絶対その現役時代のそのスポーツ選手ってそういうところにセカンドキャリアに絶対生かせると思うんだよね。だからそういう社長になるのかっていうのは絶対に向いてるし、向いてるしっていうか、まあ過去の経験が生きるのかなと思うし、うん、将来じゃあ僕も菅社長と呼ばれる存在になると思うんですね。逆にでもそのコーチになりたいとかさ、サッカー関係のことは考えてないんだ今。全然考えてないですよね。将来小学校小学生を教えてるっていうイメージも全く。うん、でもまあスクールぐらいかな。あ、じゃあトップチームとか全然考えない。全然ですよ。スクールとかそういうなんか遊び半分の感じなら考えますけど、うん、自分がそのなんかまああのサッカーの、まあ、知識あんまりないのに、ないわけね。まあまあ、あんま知識的になんかあれなのに、うん、まあ、しいいのか分かんないし、ね、謙虚なんですよね、本当菅ちゃんは。まあそれならまだあの別なところで社長になって指示した方がなんかかっこいい、ね。まあまだ23歳ですね。まあこれから、大きく変わる。10年も話したら全然違うこと言ってると思うし、まあまずはやっぱり現役のね。ブランドに収集する、まあ、できてるよね、まあ、そこは当たり前だからね。でもやっぱり時間ってめちゃくちゃあるじゃん、サッカー選手って。めっちゃありますね。午前中練習したら午後はフリー、はい、そういう一日のスケジュールとかってさ、まあ、まあいろんなことを考えるもそうだし、どういう感じで使ってるの、まあ、今結婚しちゃったからさ、昼寝とか絶対しなくちゃダメな人、昼寝は、いや絶対ではないですけど、うん、まあでもしちゃいますね。なんかワンちゃんと結局練習から帰って、うん、昼ご飯食べて、うん、犬と戯れる時間があるんで、うん、それで戯れてそのまま一緒に寝ちゃう感じが多いですね。なるほどね。で夜でも寝れるのは、もう俺おっさんなら寝れなくなっちゃって昼寝しちゃったら。あ、そうなんですか。若い頃も24時間ずっと寝てたけど、なんなんだろう、もう先が短くなってくるとね、寝れなくなるんだよね。結構みんな言うんだよ、そうやって。寝れる人は全然夜も。まあでもちょっと遅くはなりますけど、うん、でもまあ朝までとかはないです。ああ。まだ。いや、それ昼寝から朝から寝ねえだろ、それはそうだろ。いやでも菅のこの対談を通して、いや可能性とあと課題っていうのはもう見えてるし、伸びしろもすごいし。楽しみなことしかないね。こう期待しちゃっていいですね。本当にね。あまりでも期待されちゃう、うん、ダメだね。その謙虚なところがいいところでもあり、なんかもうちょっと大胆にね、まあもちろん口に出す必要ないけど、なんか多分なんかちっちゃなきっかけで多分すごい人生って変わる、考え方も変わるからさ。なんかこの先なんかすごいの。俺結構あんまり人のこと観察するのすごい好きだから、引き続きにさせてもらいます。人もったいでもね、この先も盛り上げてくれる人になると思います。
ますし、まあ、なかなか聞けない話もね今日丸裸にできたと思うので、初めてですね、マジで多分家のこととかでもっと取り上げて言ってたから、そこ俺がどんどん言ってるから、会う人会う人全部言ってるから、うちの素顔がって本当に全く話してないですね。いや、本当かっこいいよね、そういう話しよう、渋いなぁ、俺だったら言っちゃうな、そんないいことしたら車でも言っちゃうな、もう柵でも言っちゃうし、ちっちゃな人間俺、本当にそういうことで、まあ、菅ね、菅波選手の、すげえ話を聞かせていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございます。